調布狛江の魅力 PR 部、皆さんご存知でしょうか。 SNS 世代の大学生がメンバーとなって調布と狛江の PR を行っている市公認の有志グループです。大学生ならではの視点とフットワークで調布の街の魅力を発信する PR 部、その中にあふれんばかりの愛、ほとばしる愛でめっぽう個性的な部員がいるんです。何に対する愛か、それはサッカー FC 東京への愛、今風に言えばガチすぎる FC 東京愛。小学2年生の時に招待券をいただいて、お父さんと一緒に見に行ってからハマりました。まずはゴール裏で見たんですけど、そのゴール裏の雰囲気とかを見て、あ、楽しいってなって、その試合は勝ったのでとても楽しくてハマりました。大学の水曜日に試合があることが多いので、遅い時間に入れないようにとか、生活リズムはすべて東京のためにやってます。ホームタウンでこれだけ駅から近く行きやすいところなので、皆さん本当に一回行ってみてほしいなと思います。生活の一部です。そしてここに FC 東京がなぜここまで愛されるのか知らなければならない調布を愛する一人の女性がいる。テレビ広報調布キャスター、本山ゆり。さて、調布市が市を挙げて FC 東京を応援していることを広報番組でお伝えしているんですけれども、実は私テニスファンなんです。でも後ろめたさも感じてるんです。広報番組の MC という役割を担っておりますので。でもどうして FC 東京ファンの皆さん、ここまでクラブ愛がすごいんでしょうね。こう新参者だとね、入っていいのかなってちょっと不安もあるんです。FC 東京について学びたいんです。誰かいないですかね、詳しい方。そんな2人が飛び田球で出会った。さあ、 FC 東京はクラブ創設25周年、私はサポーター歴元年でいきたいと思いますが、大丈夫ですかね。いけます、必ず盛り上がっていきます。あ、心強いです。じゃあ斉藤先輩ということで、はい、今日は行かせてもらいますけれども、はい、意気込みをお願いします。はい、2019年にマリノス戦では悔しい思いをしているので、必ず今日は勝ちたいと思います。はい、その気持ちも込めていろいろと FC 東京について学ばさせてください。よろしくお願いします。斉藤先輩、はい、今からですね、飛田球駅前から味の素スタジアムの方にちょっと歩いていきたいなと思うんですけれども、はい、私ちょっと真っ白で何もつけておらず、これで大丈夫ですかね。いや、青赤身につけてほしいので、こちらを授けたいと思います。ありがとうございます。授かりました。これはタオルですか。そうですね、タオルマフラーといって、まあ、サポーター初心者の方がまず手につきやすいものなので、うん、ちなみに斉藤先輩もいろいろつけてるけれども、はい、かなり使い込んでますね、このタオルマフラー。これは多分 7,8 年前にも購入したものなので、だんだんちょっと色あせてきてしまっているんですが、ではちょっとスタジアムに行きたいと思いますので、はい、進みましょう。ね、今日は青赤ストリートが行われてますので、はい、かなり賑わってますよね。そうなんです、うん、ここはいつも交通量が多くて、うん、通行止めにできないんですけど、今日は青赤ストリートということで、うん、通行止めにしていただいて、たくさんお店が出ているので、たくさんの人で賑わっているんです。斉藤先輩はこのイベントについてはどうですか。はい、そうですね、最終節、去年の最終節の川崎フロンターレ戦でも行ったんですけど、まあ、たくさんの人が来てくださってまた開催できて嬉しいです。もうなんか開催する側の気持ちっていうのが、ね、愛がありますね。そうか。ちなみにここの通り、スタジアム通りですけど、はい、こうサポーターの皆さんにとって特別な通りとか、はい、なんか思いもあったりするんですか。そうですね、アジスタは比較的駅から近いんですけど、うん、この一本道を歩いてる間に、まあ、テンション上げていくっていう形です。なるほどね。斉藤先輩はあのスタジアムのどの辺でこう応援するのが多いんですか。ゴール裏って言って一番盛り上がって、あのちゃん応援歌を歌うところなんですけど、そこで飛び跳ねながら歌って応援してます。うわー、え、結構汗こうかきません。あ、夏とかはやばいですね。特に。そうか、じゃあもう汗かきながら
全力で応援してるわけですね。そうですね。なんかこう定番のポーズとかあるんですか？タオルマフラー持っていただいて、うん、こうやってもうずっと飛び跳ねるっていう形が多いです。これで、はい、こういう風にするのが歌ってるっていう感じです。これで歌うんですね、はい、まずはあのバックス自由席っていう横から見れるところがあって、そこですとあの、うん、ゆっくり座って見れて、うん、試合の流れがよく分かるので、はいはい、そこで見ていただけると楽しいかなと思います。あ、なるほどね。こう結構仲間とかもやっぱりできますか？そうですね、でも最近結構2年前ぐらいまでは父と2人で見てたんですけど、うん、あ、そうなんだ。最近はその SNS でつながったりして、うん、父の友達だったり自分の友達と30人程度で見てるので友達増えるってやっぱ楽しいです。あ、そうですよね、はい、そっか、もう共通のね、こう応援するものがあるってすごい熱くなりそうですね、はい、そうですか。じゃあ SNS も活用してそういう仲間を増やすことが多いんですね。じゃあちょっと FC 東京のことについても教えてもらいたいんですけど、はい、クラブの、はい、プレーの特色みたいなのはあるんですか？そうですね、監督によって毎年変わったりはするんですけど、うん、長年としてはサイドバックが強い印象を自分は持っていて、その今年であれば4大会ワールドカップ出場した長友選手をはじめ、小川選手とか室谷選手、太田光介選手だったり、最近はバングーナガンデカシーフ選手が選出されているので、はい、サイドバックに注目して見ていただければと思います。あ、なるほどね。ちなみに斉藤先輩が今一番応援している選手はいるんですか？はい、東圭吾選手という自分今ユニフォームを着ている10番の選手なんですけど。本当だ、うん、そうですね、東選手はポジション的には真ん中のポジションなんですけど、うんうん、その自分そのボールを奪うところだったりよく走るところだったりキャプテンも務めたことがあるので、そういうところが好きですね。あ、そうなんですか、はい、あ、キャプテンも務めたことあって10番ってなんかこう、そうですね、かっこいいですね。クラブに長く在籍している選手なので、うん、もうベテランとして見てはいるので、もうとても愛があふれている選手なので東京に対してとても好きです。あ、そうですか、はい、もしかしたらですよ、はい、あのこの動画、はい、東さんの目に届くかもしれない、はい、となると、はい、なんて伝えたいですか？もうあの東京は J1 優勝したことがないので、もうお願いだから J1 優勝に導いてくれとまあそれが私のもう夢なのでお願いしたいですね。そっか、はい、斉藤先輩の夢は何ですか？ J1 優勝っていうのはさっきありましたけど、はい、それ以外にあります？自分は J1 の優勝もそうですし、将来的には小さい頃からFC 東京のことをいろんな人に知ってもらいたいと思っているので、その FC 東京のことを広められるお仕事に就きたいなと思っているので、はい、すごい。例えばどういったことでしょう？FC 東京は選手紹介の動画だったりがすごく、うん、レベルが高くてです、ね、そうなんですね、それで知ってもらったりする機会も多いので、うんうん、そういうのを作ったりするお仕事だったり広めたりするお仕事をやってみたいなと思います。すごい、選手紹介動画、はい、ぜひ見てみてください。 YouTube に上がっているので、うん、なるほど、レベル高いってなります。ちなみにどういうところがレベル高いって感じなんですか？はい、映像技術がとても高くて、今年であればその FC 東京ってやっぱ首都のチームなので、うん、東京のいろんなところでの撮影をした動画を選手紹介動画として上げているんですけど、それはですね、試合前に流れるのでぜひ見てみてください。あ、そうなんですね、はい、じゃあそれもなんか見どころの一つですね。そうですね、演出がやはりとてもすごくて、アジスタのみならず国立競技場でも開催することがありまして、夜であれば花火が打ち上がったりするので、うわすごい、演出でとてもみんな魅力を感じてもらえるかなと思います。
ちなみに、はい、斉藤先輩のこともちょっと聞きたいんですけど、はい、大学生ですよね、はい、こう学業も両立しながら応援してるってことですよね、はいはい、そうですね、うん、これはいろんなサポーターの方々にも大学で単位取れてる？心配されることが多いんですけど水曜日に開催する試合がとても多いので水曜日の遅い時間には入れないようにだったり、まあ、土曜日にアウェーがあったりするので、うん、金曜日に移動する場合は金曜日の遅い時間の授業も入れないようにだったり配慮しながらやっているのでしっかり大学では単位取っています。素晴らしい、はい、いやでもやっぱりスケジュールは試合に合わせてるんですね、はい、そうですね、友達と遊ぶのも家族で旅行に行くのも全て東京のあの試合日程を見ながら決めているので。感動しますそれ。そうなんですね、はい、じゃあもう生活の中心が。そうですね、なのでバイトをやっているんですけど、うん、そのバイトの先の人も川崎フロンターレっていう敵チームなんですけど、はい、応援している方なので、うん、理解がある方でしっかり日程を組んでくださって。ちなみに今日の横浜マリノス戦はどうですか、はい、横浜さんはですねやっぱ近隣ということもありまして、うん、結構ライバル意識も高いんですけど、うん、去年の優勝チームでもあるので強いっていうのもありますし、2019年FC 東京は優勝争いをしていたチームだったんですけど、うん、最終節まで優勝争いがもつれ込みまして、それでですね最終節アウェーだったんですけど、うんうん、直接1位対2位の直接対決でその場で優勝を決めるっていう形だったんですけど、はいはい、残念ながら負けてしまいまして、ちょっとその悔しい思いを今日晴らしたいなと。なるほど、はい、ということでアジスタ通りこう通って、はい、今歩道橋ですね、はい、上がってきてますけれども、ここまで来るともう思いももうめっちゃ上がりますね。ここからちょっと上り切ったところで味の素スタジアムがしっかり見えてくるので、はい、さあ階段を上がって、はい、あちらが味の素スタジアムの、はい、やっぱりこうスタジアム行くだけでも大きくって迫力がね、こう感じられますよね、はい、味の素スタジアムは収容人数も多いスタジアムではあるし、たくさんの方に来場していただければなと思います、ね、なるほど。いやー斉藤先輩に FC 東京のことたくさん教えてもらったんですけど、はい、まだまだガチになるには時間足りないですかね。そうですね、実際にやはり試合を見ていただかないとわからないと思うので、うん、これで私は横浜 F マリノス戦に行ってきます。もう行っちゃうんですね。はい、それでは、はい、行ってきます。行ってらっしゃい、頑張ってください。なんかもう背中かっこいい、なんか一緒に連れてってほしいんですけど。いやでもそれにしても斉藤先輩 FC 東京愛ガチでしたね。また教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。今回とにかく FC 東京が魅力的すぎる件について、FC 東京愛がガチすぎる大学生の斉藤先輩とスタジアム通りを歩きながら語り合いましたが、まだまだ話は尽きませんね。調布市では FC 東京を市を挙げて応援し、クラブと連携しながら地域スポーツの振興と地域社会の活性化へ向けて街づくりに取り組んでいます。皆さんもサポーターの輪に加わって斉藤先輩のように毎日が心躍るサッカーライフを楽しみませんか。